こんにちは。速稼塾の暗号通貨ニュースの時間です。今日はですね、やっぱりこれを外さなくてはいけないかなと思います。これを外しては語れないなと思うんですけども、ルナですよね。ルナっていう仮想通貨があったんですけども、先週比でマイナス 99%、 これおよそ 100% マイナスになってしまって、事実上消し飛んでしまったということになります。まあ買うことはできると思うんですけどもね、まあ息の根を吹き返すことはないんじゃないかなと思います。まあその話をする前に、まずは本日のマーケット価格いってみましょうか。でビットコイン、そしてイーサリアム、リップル以下、このような価格になってます。そうですね、2016年あたりに、まあ、暗号通貨がいろいろとね現れてきた時に、上位トップ10だったものが結局返り咲いて、またねトップ5に入ってるかなっていうところで、やっぱりこのね5年6年をくぐり抜けてきた通貨っていうのは強いなと思いますよね。で今値段が下がってるのを見てますけども、もともとはこのそれぞれの通貨ってもっともっと安いところからスタートだったですからね。どうですか、初めてビットコインを知った時ってなんか100万円とか言ってなかったんじゃないですか。イーサリアムも1万とか2万みたいな時を見てなかったです。リップルに至ってはずっと1円だったでしょっていう感じで、ライトコインとかビットコインキャッシュとか、本当にこんなもんが、なんとかなるのかと思ったところ、結構な出来高を未だに誇ってるわけですよ。で、昨年とか暗号通貨に参入された方、注目された方っていうのは暴落してるって見えますけども、まだまだね、値段高いままだなっていうふうに私なんて感じちゃいます。なんで2014年から見てますからね。でも、こうやって価格が落ちるたびに、その後の上げ幅っていうのが来て、結局暗号通貨のマーケットってかなりでかくなってきたのかなと思います。今回お話を最後にするルナっていうのも4兆円規模のマーケットを持っていたんじゃないかなと思いますよね。それじゃあそれぞれニュースを語っていきます。米のメタ、これ Facebook 社ですよね。インスタグラムの NFT 試験導入を開始かっていうことでニュースが辿り込んでます。 SNS の大手インスタグラムが早くて今週からアプリ内での NFT 非代替性トークン対応を試験的に開始することが明らかになったということで、 NFT も実際に実動され始めてるってことですよね。で次、ビットコイン急落で3万ドル割れということですね。 USD の影響でルナは下降率は前週比マイナス 99%。 ここだけ記事読んでみましょう。ビットコインはついに昨年最安値を底割れ、2020年12月以来の水準となる27682ドルまで下落したと。大幅読者の背景としては、大幅続落ですね、失礼しました。続落の背景としては、ナスダックなど米主要株価指数の大幅下落に伴うセンチメントの悪化と USD テラ USD ですね、これの影響が挙げられるということでございます。ステーブルコインの役割として機能すべき米ドルと1対1のペックの価値を外れ、 USD が激しく乱高下したことが市場の動揺を誘ったということですよね。だからこのステーブルコインってのは結局幻想だっていうことなんですよ。今まで私も散々パラね2015年あたりから申し上げてきましたけども、そのペックは概念としてはあるんだけども、事実としてはなってないってことが今回の例でも分かったんじゃないかなと思いますよね。だからステーブルコインが安定していいっていうのはそうでもないんですよ。その時の反動っていうのが結構出るんですよね、こういう時にね。まあとにかく大きな事件だったなと思いますよね。まあ暗号通貨投資、本当にね慎重に進めていただければと思います。はい、それではちょっとね違う画面が出ちゃいましたけども、以上で終わらせていただきます。